はい、こんにちは、たくまんです。隠しチャレンジ、トラップを解除しよう、こちらを完全攻略していきます。はい、では1箇所目はここですね。ミスティメドウズのこの橋の下に行ってください。これはね、もう一つの隠しチャレンジ、隠れ家の地図に書いてあった場所ですね。 OK、 1箇所目ここです。ここでね、スーパースラープジュースに近づいてトラップを解除しよう。 OK、これで1箇所目でーす。全部でね、5箇所ありますので、早速次の場所に行きまーす。はい、そしたら2箇所目ですね。2箇所目はこちらです。スチーミースタックスの2つね、大きい煙突があるうちの上の方、こちらですね。こっちの煙突の方に行ってくださーい。はい、ここですねー。はい、ここに入って、ここの配管のところにね、隠れてこっそりいます。なかなかちょっと見つけづらいですけど、ここでね、ノームがトラップを設置していますので、このトラップを解除します。オッケー、これで二つ目ですね。はい、では三箇所目はこちらですね。クラッキークリフスの一番大きなお店、あそこですね。はい、このね、大きなお店の下の方、ここに潜り込んでください。ここですね、この場所でーす。ここにね、ノームたちが隠れていますので、ここでトラップを解除します。オッケー、これで3箇所目ですね。はい、では4箇所目はスウェティーサンズになります。スウェティーサンズのね、この一番大きい建物、この大きいホテルのね、庭に降りてください。はい、この大きなホテルの、ここです。この庭のところですね。はい、ここでーす。ここにまたノームがいますので、トラップを解除しまーす。オッケー。はい、5箇所目はこちら、ホーリーヘッジズですね。ホーリーヘッジズの一番真ん中の建物の花屋さんなのかな、この外に花がいっぱいあるところに降りてください。はい、そしたらこの場所ですね。わかるかな、建物があってこの場所です。ここにノームがいますので、トラップを解除しまーす。オッケー。はい、こんな風にね、5箇所ちょっと回るの大変ですけど、5箇所のトラップを解除すると経験値を2万もらうことができます。僕はね、こんな風にチャレンジの動画をできるだけわかりやすく、できるだけ日本最速で動画をアップしていますので、よかったらね、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。